おはようございます。先日、ジャズ批評への入稿を終えたところですね、あの2月の末、まあ、あの今令和もう5年かな、2023年の2月の末ぐらいだと思うんですけど、その時期に発売されるジャズ批評の特集が、マイベストジャズ2022なんですね、つまり去年、2022年に発売されたアルバム、CD。 まああるいはダウンロードも含めてですけれども再発ものも含めてあなたが良いと思った5枚を選んでそして原稿を書いてくださいという依頼がありましてですね年末かなそれでいろいろ何にしよっかなこれにしよっかななんて思いながらもずるずるとですね締め切りが明日だったと思うんですけれどもまあなんとか 書き上げまました、まあ。大した量じゃないですけどね500枚程度あ500枚じゃない500枚はすごい量ですね500文字程度の書簡を書いてあとはアルバムをですね選んででまとめるとまあ <laughs> 再発結構ね去年はミンガスの再発とかもあったからねあとチャーリー・ヘイデンの再発もねあったからそれも含めてだけど新粉を混ぜなきゃいけないからどうしようかなって結構ね迷って てたんでですね年末からで5枚だからまあ結構ね大変なんですよでもまああるねタイミングで踏切つけて「いいや!」っていうふうにねもうこれでいこうって決めなきゃいけないのでもうきも昨日「いいや!」と決めてでバーッと書いてねやっちゃいました送っちゃいましたでそれで思い出したんですジャズ批評といえばですねえか、ー、さんというね この動画視聴者の方、私のジャズ劇大先輩の方からたくさんあの昔のジャズの古い本をいただいたんですけれども、その中にですね、日本のジャズの新たなる態度という特集の号があるんですね。これはジャズ批評の18号。 すごいね。もう10 18号ってずいぶん昔な感じがしますよね。で、昭和49年8月20日発行って書かれてますね、えー。昭和49年の夏号なんですけれども、日本のジャズの新たなる態度っていうね、特集。あと、ジャズの中の民族志向というのがあの、特集タイトルの号なんですね。500円ですね。で、 昭和49年だから、えっ、ー、と、1970? 何年だえぇ、ー、74年ぐらいかなそれで今があれでしょ ?2023 年でしょだからもう、もうちょっとで50年は49年ぐらい前なんだね、この本が出たのね。<laughs> で、今、店頭に並んでいるジャズ批評が、 あれ日本ジャズ特集なんですよね。だこの号が出て約50年後のジャズ批評をなんとなく頭に入った状態で約50年半世紀前にタイムスリップをしてした気分でこうねパラパラめくって読んでいくのもなんか、ね、興味深いものがありますよねで。日本のジャズに欠けるものって瀬川正久さんが寄稿していますね。 あとは添、えー、島テル人さんが「地方,地方ジャズその明日への停留」という原稿を寄稿されていますね。それから日本のジャズの新たなる帯同ということでいろんなトリオレコードとか日本フォノグラムとかベルウッドレコードビクター音楽産業コンビアレコード CBS ソニースリーブラインドマイス それぞれの、まあ、プロデューサーの方なのかなレコード会社の方々が座談会を開いてますねなんか写真見るとビールの瓶がいっぱいあって日本酒の瓶もあったりとかしてなんか楽しそうですねこういう会だったら私も参加したいですねでいろいろ激論かどうかまだ読んでないかわかんないんですけれどもいろいろと意見交換なんか和気あいあいとした雰囲気です皆さん笑顔なのでねあの まあ、お酒とかも入って楽しく座談会しているように見えますけれども、まあ、実際読んでみないと分かんないですけどもねそういう座談会もあってあと内田柊さん「名古屋のジャズの状況」っていうあれ、ね、コーナーもありますね原稿があって まあちょっと名古屋はのジャズと言われてもあんまりピンとこないし,しかも50年近く前の名古屋のジャズの状況なんて私全くわかんないんですけど、まあ、ちょっとこれも面白い特集だと思いますねであとは中山新一郎さんという方のジャズ・ジャーナリズムを巡ってというページもありますねもしくは現代ジャズ・ファン論っていうね 原稿で中山真一郎さんってパノニカの方ですかね、ジャズ喫茶のね、なんか九州の方、鹿児島だったっけかな、まあ、間違ってたらすみませんけども、そのジャズ喫茶の映画好きのマスターだったような気がしますけれども、ちょっと気になるから、ここ読んで <laughs> 読んでみましょうかね、特集、日本ジャズの新たな態度、ジャズジャーナリズムをめぐって、もしくは現代ジャズファン論、ファン、ファン論ね。 で中山慎一郎と書かれてまして、込み出しがですね、好きか嫌いかが何よりも優先するという出だしですねで。私に与えられたテーマは現代ジャズジャーナリズム批判ということであるあ、現代のジャズジャーナリズムを批判してくれというテーマが編集部から与えられたみたいですね、中山さんに。待っていました、金谷本衆をはじめとするジャズジャーナリズムには大きな不満を持っており、あ、不満持ってたんだ。でこの機会に一気火星怪盗乱間、やじ馬根性をむき出しにして、日頃、ブンは書きつっている。 批評家書士をび、打文書き続けてるんだ、批評家の方々、当時は。<laughs> という風うに中村さんに見えたのね。日頃、打文を書き続っている批評家書士及び、彼らを取り巻く世界をズタズタにしてやりたいところ、だが、だがか、だが、どうもこのテーマが、私のところに回ってきたのは、在京の者にやらしたら足元に火がつく。 こいつは鹿児島のおっさんにやらしたら、あ、在京っていうのは、あれか、東京に在住する者にやらしたら足元に火がつく。こいつは鹿児島のおっさん、あ、やっぱ鹿児島の方なんですね。えー、鹿児島のおっさんにやらしたらちょうどいいのじゃないかといったところに、編集方針が軟化した気配もありそうなので、こちらはアマチュアはアマチュアなりに、今日のジャズファン気質について若干考察することから始めたい。という出だしで始まってますね。あ、やっぱり鹿児島お住まいの方に、 あの現代のジャズジャーナリズムを批判してくれという原稿の依頼があったわけですねで優れたジャーナリズムとはファンのジャズを愛する心を巧みに取り上げてくれるのであろうしファンの情熱を反映させたジャーナリズムこそ私たちの望むところであるジャズファンについて語ることはジャズジャーナリズムを論ずることになるはずである優れたジャズファンとは自ら優れたジャズファンであろうとするものである もう一回ちょっと読んでみましょう。優れたジャズファンとは、自ら自分から優れたジャズファンであろうとするものであると書かれてますね。うーん、そうすると私は全然優れたジャズファンじゃないですね。あの自らこういう優れたジャズファンであろうと全くしてないですからね。<laughs> というか、むしろそうファンに優れてるも優れてないもあるのっていう。 感じですけどね私はね、まあ、いわゆる、まあ、優れたって、あの優秀の言うとかね、優等生の言うって書くじゃないですか、ここではひらがなですぐれたってなってますけどね、あんまりあの優等生とかね、そういうの私嫌いですからね、そういうのになりたいとは全く思っていませんけれどもね、まあい,いや、あの中山さんは優れたジャズファンの定義を、自ら優れたジャズファンであろうとするものであると定義をしています。じゃあ続き読んでみましょうね。 努力するのではないジャズと自分とにある距離を縮めていってそれと同一化しついにはジャズそのものになろうとするものであるジャズそのものになろうとするうん、まあ、私は、まあ、ジャズと自分にある距離を縮めていこうと思ったりとかもしてますけどねだから楽器やったりとかしてね少しでもね演奏してる人の気持ちに近づこうというようなところはあると思うんですけれども でも、同一化までして、ジャズそのものになろうという欲求まではないですね。だから、まあ、優れたジャズファンじゃないんですね、私はね。で、続けますね。彼の思考、生活がジャズ的になることである。お思考、生活がジャズ的にはなりたいとは思ってますけどね。で、無論、えー、無論、ジャズそのものになれぬファンの中にも、最上のジャズファンたる資質を持つ者もいて、彼はジャズと自分との間に距離を持ってジャズと対しているが、 ジャズを捉える感覚を持続していてジャズの何であるかを身をもって熟知しているジャズは客観的にその外観を捉えて評価することのできない音楽である、うん、まあ、これは賛成です客観的に外観を捉えて評価するのできない音楽である、うん、一つの芸術を論じるのに分析力は大きな決め手になる、うん、まあ、分析力は大事だと思いますねで、ジャズは分析より 直直感感がものを言うあ、まあ、直感も大事だと思いますねで A なる男はセシル・テイラーのジャズに投衰しそのジャズを内在化しうるだろうし B なるものはオスカー・ピーターソンのジャズに同化しうるであろうこの両者の感動にはいささかの差別もありえないし高級も低級もない うん、その通りだと思いますね。でジャズと聴き手に生じた感覚のリアリティというべきもの、両者の間に生まれたもう一つのジャズ、これこそがファンにとっては特権的な喜びなのであり、その喜びとどのように自分のジャズにしうるかが決定的なことなのだと。うん、つまり、聴き手との間に生じた感覚のリアリティ、もう一つのジャズ、うこれが 特権的なな喜びなんですってもう一つのジャズ両者の間に生まれたもう一つのジャズってどういうことなんだろうねその辺がちょっとよく分かりませんけれどもまあ、えー、中山さんはそうお感じにお考えみたいですねじゃあ続けますね優れたジャズファンは何よりも己の感覚を優先する感覚を趣味と言い換えても良い好きか嫌いかという反応の仕方これが第一義であるこの反応こそはジャズファンの議論の中心になるものでありそこにファンの知性が現れるのだ、うん 何色の感覚を優先して感覚は趣味と置き換えてもいいで。好きか嫌いかという反応の仕方が第一義。とすると、まあ、割と吉祥寺にお住まいの、あのー、エッセーが上手な人、面白いエッセーを書く方なんかは割と優れたジャズファンという定義に当てはまりますね。次いきましょう。一枚のレコードにしろ、ある演奏をめぐってのことにしろ、好きか嫌いかという 初言的、現象的じゃなくて初言的って書いてありますね。初言的な感性による評価は、それを認識するしかないかという、ラジカルな評価より優先するものであり、好きか嫌いかの論争こそ全てのジャズファンの情熱を燃やすべき問題なのであると。これは趣味の問題として片付けるにも、片付けることもできないファンの資質の領域をめぐっての縄張り争いといった様相を呈するものである。なんか大事になってきてますね。その感情の優先こそ優れたジャズファンを作り出すエネルギーとなるのだと。 うんまあ、必ずしも私はそうだとは思いませんけども好きか嫌いかだとすると意外と人間の好き嫌いの感情とかっていうのはまあもともと生まれ持って持ったものの要素もあるかもしれませんけどその後の経験とか知識とか勉強量とか考えた量で随分と変わってくるものだと思うので。 だから、ねまあ、そ,れそれがまあいわゆる自分自身なんでしょうねだからまあその自分自身己のそういう今までの人生の体積、まあ、なんか大げさに言うと自分の生きてきた証がまが好き嫌いという結果に行き着くのでしょうけどもそれをめぐっての自分自身の存在をかけての縄張り争いになっていくわけですか。 なんか、そこまでする気俺ないけどね、たくね <laughs>、まあ。いろんな意見、まあ納得できる意見とかね、まあ、鋭い意見とかだと、ああ、そうですか、なるほどね、勉強になりました、って私は思っちゃう方ですけどもね。戦おうだなんて、相手を説得しようだなんてこと自体、すごく私はおこがましいことだと思うんで、私はこう思うんですけど、どうですか、ぐらいなね、提言は、まあ、あの、し続けたいとは思っていますけれどもね。 まあ、なるほどなんてあんまり相手の意見にねじ伏せられたくもないし、まあ自分自身も相手を自分の意見で強引にねじ伏せたいとも思っていないわけですよ。っていうかねじ伏せること自体不可能なことだと思うんでね、人は私コントロールすることはできないと思っているので、誘導することはできますけれどもね、導いていく、こっちの方だよっていうふうに、自然にあたかも相手が自分の意思で選んだかのように道をこう選ぶような方向に導くような状況を 作るきっかけを作るということはできると思いますけれど最終的に考えを改めさせるとかねそういうところまではあの無理だと思うしそれができると思っている人は相当ナルシストというか自分の実力を過信しているというか、まあ、あんまり人生経験が少ないというか、まあ、ちょっと己の力を過信しているというか人間を信じすぎているか分かりませんけれどもそういうあれだと思いますね。だから、まあ あのバトル、議論を読むのは好きですけどもね昔のジャズの雑誌とか読んでいてねいろいろあの意見のぶつかり合いとかの対談は面白いんですけどそれは、まあ、そこから何か自分自身の,あの気づきとなるような言葉が発見できればいいんですけど割と私そういう目線で読んでいなかったりバトルそのものを楽しんでいたりつまり喧嘩を楽しんでいる野獣馬的な気分で楽しんでいたりもするようなところもあったりもするのでね。だから あんまり、あの、テーマの悪い、あの、議論というか、 まあ、座談会っていうのはもうテーマ自体が悪いのであんまり実りが行き着くところがなかったりもするわけですあと人選っていうのもありますよねつまりあの互いのレベルというか教養というか前提となるものが違いすぎたりすると結局確信に至らないまま平行線の罵り合いとあと自己開示そして自分の意見の なんていうのかな相手の意見に耳を貸さずとにかく自分の意見をかぶせていくでかぶせ返されるまたかぶせ返すということに終始してしまうような感じもするので別にまあ議論は悪いことではないとは思うんですけれども,もう立論というか、まあ、あの議論の立て方そしてまあファシリテーターの存在もすごく重要だと思うんですよね。うまくそのあのお互いの 出てきた話それぞれ両者あるいは3者4者5者かもしれませんけれどもそれぞれ違う考えを持った人同士をうまくこう調整しながらできるだけ有意義な結論の方に導こうとするですねまあ一つのまあ司会者みたいな感じなのかなうまく意見を汲み取りながらうまくこう振っていく力というものも 結構そういう能力のある人も大事なような気がしますけれどもでもまあ議論そのものが、ね、結論じゃなくてそのものの過程に意義があると思う人もいるかもしれないしその過程を見るのを楽しむ人も多いからこそあのダラダラ朝まで生テレビっていうのがずっと続いたような気がしますよね。だっってて総一郎ははもう特に今となっては <laughs> 昔は、まあ、そうでもなかったような気もしますけど、まあ、ファシリテーター能力はないですからねもうあのファシリテーションする以前に自分自身も一つ一人の論客として参加しているようなところもあったりもしてだからこそ、まあ、テレビの番組として見せ物としてはとても面白く成立していたようには思うんですけれどもねだけど、まあ、何の話をしているんだとどんどん話が逸れていったんですけれども、えー、要はファンの資質の領域もなて縄張り争いといった要素 で感情の優先、うん、それがエネルギーとなるのだと中山さんはおっしゃってますねじゃあ次行きますね戻りますで私が最近知り合った最良のジャズファンの一人に菅野邦彦のグループでコンガを叩いている小川陽一という男がいるこの男はひたすらハードバップなのだリー・モーガンウィントン・ケリーアートブレイキーなのだおこの動画視聴者の一部の方はにんまりしそうな名前が たたくさん出てきましたねもう一回名前言いますよ。リー・モーガン、ウィントン・ケリー、アート・ブレイキーなどだと。先日あるジャズクラブで、あるジャズクラブで、ルイ・スミスのブルーノート版を聴いていたら、あ、まあいいね、ルイ・スミスのブルーノートね、ヒアカムズ・ルイ・スミスとかなのかな。<laughs> 聞いていたら、あまりに彼がハッピーになっているので、そのレコードを彼にやった、あげちゃったのねで。彼とはジャズレコードを聴きながら、ニアを徹したことがあるが <laughs>、すごいね、ニアを徹したんだ。一日中何 というか、二日中ずっとかけっぱなしだったんですかね。で、私は私の趣味のいいところを見せようと思って、ギルエヴァンスのラスベガス単語をかけ。うん。ラスベガス単語いいっすよね。で、スティーブ・キューンの最上のディスクをターンテーブルに乗せたのだが、彼は全くこれらの演奏を認めない。ひたすらバリー・ハリス万歳になるのだ。いわゆる今日の問題作たるジャズをまるでバカにして、一歩も近づこうとしない。その偏見たりは稀に見るものであると。彼にとっては、 彼のリーダーのジャズと同様、絶対に楽しいものは楽しいのであり、楽しくないものは楽しくないのであって、古いも新しいもない。ところで、小川陽一よ、君がチャーリー・パーカーとクリフォード・ブラウンが共演した唯一のセッションという海賊版、あ、そんなのあんのメインマン6、メインマンですよね。オーブンで書かれてますけど、横書きで。メインマン617のグルービンハイは、アームラマ村正明氏によると、これは45年の終わり近く、例のビリー・バー しー、ね、ガレス・ピート・パーカーグループによるもので45年末に西海岸で録音されたものかそれとも出発以前にニューヨークで吹き込まれたかは不明であるで出展が世界の海賊版スイングジャーナル紙幻の名バンドコーンとあるがしかしやつは自信を持って答えた絶対にブラウニーですとあなるほどアームラさんはこのグルービンハイの演奏を あのチャーリー・パーカーと、ね、あのトランペッターの,このグルーミン・ハイの演奏をディジー・ガレスピーと、えー、判断しているんですがその小川さんという、えー、コンガ奏者はいや絶対違うディジーじゃないとしているわけですね。ねは自信を持って答えた絶対にブラウニーですと 私も何回も聞いているのだが、もしこのテープが1945年とすると、ブラウンは若干15歳。私の耳には、ガレスピーだったらもっとアタックが強烈でうまいはずであるが、ガレスピーのコピーに専念していた15歳のブラウニーという確信も持てない。しかしここでは、アームラさんの資料よりも、小川の耳を信じたい。ああ、そういうテープがあって、アームラさんはガレスピー。で、小川さんは、 これはク,ラクリフォード・ブラウンダーと言ってるわけですね。で、えー、中山さんは小川さんの耳を信じたいと。で、数年前のことであるが、私は北九州のジャズファンの一人とジャズをめぐって激論したのだが、<laughs> 北九州の人と何激論したんだ。で、彼はマルオルドロンをボ,ボロクソにこき下ろした。 無論その場合、彼はバッド・パウエルを引き合いに出したのだが、まあ、バッド・パウエル、バッド・パウエルって当時は表記されてたんですかね、バッド・パウエルを引き合いに出したのが、その時の彼の丸批判は、私には感動的であった。以来私は丸をあまり聞かなくなった。こういったジャズファンとの出会いというのは非常に直接的で、ジャズファンの大きな特権であり喜びなのだ。私が好ましく思っている批評家、かっこファンでもよいが、私の好きなレコードを非難したとすると、 それに対するる評価が少し違ってくるのだ逆の場合私のそのレコードへの評価はますます高まってくるあんな減ったくれ野郎にこのレコードの良さが分かってたまるかといった具合でジャズをめぐる評価のあり方というのは愚かにして実にいい加減なものなのだとで現在スイングジャーナル誌に展開中の岩波陽三対鍵谷幸信の論争は 決め手になる演奏家にこちらが無関心なので魅力に乏しいがいずれにしろ決着をつけてもらいたいねジャズファンたる者は好き嫌いをめぐっての論争になった時たとえ少々酔いが回っていたとしても生死をかけて戦うだけの根性を持っていなくてはならない一つのジャズをめぐって両者が決闘を望むならばたとえ敵の弾の方が己の胸を先に射抜いたにしても 彼は微笑みを浮かべて死んでゆくだけの努力を持っているべきであろう。無論この場合、先に相手をバラすだけの力量を日頃養生しておく必要がある。だって。な、な、な、な,な,なこれ。 ここら辺の感覚が分かる要は代理バトルじゃないですかポケモンバトルじゃないですか自分自身が戦わないわけでまあ戦うまあ自分自身も論戦で戦うのかもしれないけど結局はピカチュウ行けーみたいな自分が勝ってるポケモンと相手が勝ってるポケモンを代理戦争させるようなバトルですよねそれって自分自身が演奏してその例えばピアニストとピアニストがこうね自分のその技量と そういうい感性の限りを尽くしてピアノで自分自身の肉体と感性でバトルするならわかるんだけど結局俺はパーカー好きだもんねとかっていう人とあといやいやいや俺はフィルーツが好きだもんねっていう人が、まあ、バトルしたとしたら 要はあの、チャーリー・パーカーというポケモンと、フィル・ウッズというポケモンに代理戦争してるだけで、いけー、パーカーいけー、いけー、バードいけー、みたいな、バードフレーズだ、イェーイみたいな、100万ボルトバードフレーズだーなんて、結局自分、自分自身は、あれですもんね <laughs>、好きなミュージシャンと好きなミュージシャン同士をバトルさせてるようなだけで、な,なんかその辺が、なんでそこまで話が大げさになっていくのかが、な,、まあ、なんかあんまり私は。 あれですねあの <laughs> その辺は、まあ、もちろん楽しいものではあるんですけど俺はバド・パウエルが好きだいやーセロニアス文句・モンクだみたいなねいやだってバド・パウエルよりもモンクの作った曲の方が今ではいろいろ演奏されてんじゃないよいやいやパウエルこそあのタッチはモンクにはできないだろうなんてなんかそういう、まあ、議論みたいなのは楽しいかもしれないんですけど結局は。 人のしてっようなもんじゃないですかなんでそこまで表現者じゃないのに単なる鑑賞者同士が何だ好きとか嫌いとかあれはいいとか悪いとかあいつはダメだとかあいつはいいとかってね、まあ、言うのは楽しいけれども、まあ、もちろんそれは全然いいことだとは思うんだけどファンのね 楽しみですからだけど、生死をかけて戦うだけの根性を持たなきゃいけないってね、だからジャズファンはめんどくさいと思われちゃうんだよね。生死をかけて戦うほど、まあ、私が。 世代が違うだけなのかもしれませんし私が単なる軟弱野郎なのかもしれませんけどまあたかだかって言うと失礼かもしれませんけど演奏する人からしてみればそれはなりわいですけれども趣味じゃないですか我々ただ聴いてるだけの人なんだからそれをめぐって何生死をかけてっていうねそう大げさに考えたりするから周りから煙たがられるんじゃないでしょうかねと思うんですが あ,あくまでこれは私の意見です。で、いつもその相手をバラすだけで、バラすってね、バラすって殺すって意味じゃないわかんないけど、<laughs> バラすだけの力量、日頃鍛錬してなきゃいけないんだって、怖いね、日頃言葉を鍛えなきゃいけない。だから、このね、中山さんだけに限らずなんだけど、当時の気風としてやっぱジャズファンたるものは、やっぱりなんか、 修行しなきゃいけないというか、ジャズ、やっぱり道場だったんだね、修行だったんで、ね、武道だったのかね、この時期のジャズというものの捉えられ方、なんか特殊なものであると、特殊な憲法であると、で特殊な憲法の奥義を学びに行くために、ジャズ喫茶という道場にお金を払って習いに行くというようなね、そういう感じだったのかもしれませんね、勝手にまあファンが、まあ、マスターはそういうことを考えずに、開店、店をね、 作ったのかももしれれませんけれどもファンからが勝手にあがめたてまつり勝手にこう神聖なる道場としてで、ね、道場を汚すものは要す何だこんな女連れてきてチャラチャラしやがってみたいなそういう感じをマスター自身ではなくむしろ店の客自身がそういう感じ勝手に自分を押し込めるための。 心地よい空間ある意味心地よい空間を作ってしまっていたのが当時の昭和40年代とかあるいは30年代かもしれませんこれ出たのが昭和49年ですけれどもね、まあ、ジャズ喫茶の空気だったのかねそう修行するものであるみたいなね なんかそういうイメージがやっぱり見え隠れしますよねそういういことを前提になんか語られているような気がしますよね。生死をかけて戦うだけの根性を持っていなくてはならないあたりの言葉からはね。まあ、それはそれで面白いっちゃ面白いかもしれない。ただ、あるいは文章、言葉の遊びで威勢の良い文章を書いてくれと編集部に頼まれたからとか批判してくれと言われたからにはちょっとあのフェイクマじりの。 勢いのある文章を書いた方が読者も喜ぶからという読者サービスの文章なのかもしれませんけれどもその辺の真意は分かりませんけれどもな,な,なんで一つのジャズをめぐって決闘しなきゃいけないのとは思いますけどね <laughs> いやマルウォルドロンだいやバド・パウエルだなんてマルボルドはダメだパバド・パウエルに比べてそれでマルウォルドンのレコードを私は聴ななかなくなってしまいましたって。 ど,どうなんでしょう、別に聞いてもいいじゃんと思うんだけど、うー、なんかあれだね、そのあたりは分かりませんね、ずいぶんと、だったら武道をやったり楽器やったりとかして、己の技量をあの磨いていった方がいいんじゃないかなとかって思うんですけどね、まあいいや、で、戻りますね、えー、俺はチャーリー・パーカーと食うか食われるかの格闘を始めたのだという平岡正明のジャズフィーディング。 アディン処方は抜群にスイングしているので一読されたいと池田啓志のところで聞いたレスターの気持ちまでわかるという再生装置論など生かしているジャズ喫茶に出かける際この店のオーナーはどのようなジャズが好きかをキャッチできる店はいい店なのであると書かれてますねあ広岡さんも俺はチャーリーパーカーと空うか食わるから格闘を始めたのだまあ威勢のいい文章ですけれどもまあそれぐらい こういうね、アジテーターがいるからね、<laughs> ちょっとまあいいんだけど、文章としては面白いんだけど、こうやって煽る人がいるから、おおやっぱりジャズは食うか食われるかで聞かなきゃいけないんだ、あ今までの俺は、なんて。 あれだったんだろう、聞く態度が不真面目だったんだろう、BGM で聞いていた反省みたいな、当時の真面目な若者はそう思っていたんでしょうかね、平岡さんとかの文章で、ジャズは格闘である、ジャズを聴くという行為はナウンタラカンタラであるみたいな、別 <laughs> に音楽鑑賞に何か道とか道みたいなものをね、 求めていたのかあるいはそういう道とか何か探求者に自分をあの当てはめるのがきっと心地よかった世代なのかもしれませんね。あの空手とか柔道なれに行くと痛いしあれだから。 どどどんどん乗られたたりり負けけすると悔しいけどほらジャズ聴くのってただあのレコードをターンテーブルに乗っけて針を下ろして聴くだけじゃないですかなんていうとちょっとあれですけどまあ聴くだけの行為じゃないですけどっていう意味ではそれでそこから何を感じるかはまあ人それぞれどう楽しむのかも人それぞれですけどそこになんか割とほら空手で修行したり組み手やるよりは痛くないし楽じゃないですかそこになんか楽なところになんか道みたいなものを見出しちゃってるような気がしてなら 当時の風潮からしてみればそこに何かこう壮大な意味付けみたいなものとかしてね高々の音楽鑑賞っていうと怒られそうですけどもそこにだって聞くだけでしょって言って別にあのピアノの練習とかサックスのロングトーンやるわけじゃないでしょそっちは肉体的苦痛とか、まあ、快楽とかも伴うんですけれどもねあと達成した時できた時の喜びとか伴うんだけれども。 結局自分自身の方は肉体を鍛錬してそれで、まあ、精神的なものとか感性も鍛錬して少しずつ少しずつ目に見える形で自分自身の,あのキャパシティをアップデートしていく世界とは違いそのジャズ聞くって聞くだけ、まあ、音楽、ジャズには限らずかもしれませんけどただ聞くだけの行為になんでここまで重たい意味を求めたりとかねするのかななんて思いますけどね、食うか食われるかなって、まあね、キャッチコピーとしては面白いと思うんです。 んですけれどもねだけどそれに感化されてよし今日から俺もマイルス・デイビス、まあ、セロニアス・モンクでもいいけど、まあ、セシル・テイラーでもいいんだけど戦いを挑むのだなんてあのくるくる目の前で回ってるあの黒い物体を凝視しながらうんってあの腕を組む姿っていうのはまあまあそういうことをいっぱいやってた人私もかつてやっていた人なのであんまりあのディスりたくはないんですけどまああんまりね はたから見ればおかしいですよね。でも <laughs> まあうんまあ、だから楽しいのかもしれませんけどもね、うん。だから、やっぱり今そんなこと考えてる人そんなにいないと思うんですけど、当時のジャズっていうのは道だったんでしょうね。道だったんでしょうね。ジャズ道だったのかもしれませんね。だから、あの、日本、ジャズ、なんだったっけな。あの あちょっとド忘れしちゃった。日本ジャズ喫茶機構だったっけかなあの外国人の方が書いたジャズ喫茶文化論の本があるんですけれどもね。それでね、ちょっとうろ覚えで大変申し訳ないんですけど、今ちょっと本棚見ながら、確か本まだあるはずなんだよね。 その人がね、あの2冊書いてるんですけど、確か1冊目に、えっ、ー、とね、和歌山かどっかの、まあ、和歌山じゃなかったらごめんなさい、まあ、地方のジャズ喫茶に取材しに行ったら、あるいはお客さんが、 開店と同時にその店に行ったらちょっと怖くて入れなかったみたいな話があってどう,どういうことかってまあ入ったらマスターに客が怒鳴られていたというシチュエーションだったのかなお前はジャズの何たるかが分かってないここに1枚の紙があるバーンって紙出してここにお前にとってのジャズは何たるかをここで3行で書いてみろとか1行で書けるかとか分かんないんだけどねそんなことをマスターから迫られていた客がいたとだから怖くて入れなかったみたいなそういう時もありましたみたいななんか取材が 書いてたんですけどお前にとってジャズとは何かってそ、なんか武道というか、茶道というか華道とか、道ですよね、そんなに大それたものなんかいなって、ただあんたはあの買ってきたレコードをかけて、それで営業してコーヒー出して、客から金取ってるだけでしょって言い方は悪いけどって、まあ、でも事実じゃないですか。ななんででにそこまでするのみたいなね あのふうに思いますけれどもそういうのが当たり前の世の中だったんですかねなんか今の時代的な価値観からしてみるとなんかずいぶん変わったあれですよね <laughs> あの習慣というか、うんそうまあ、全てのジャズ喫茶がそうじゃなくてそのジャズ喫茶だけが特殊だったのかもしれませんけれどもジャズを神格化というか神聖化しすぎるというよりも勝手に 自分自身がは極めて特殊で崇高なあのあの芸術のメッセンジャーであるみたいなねあの伝える人であるみたいな,なんか勝手な使命だとかなんか祭り上げてしまってそれをなんか客とか自分よりあの明らかに知識とかがあの劣ってるとみなしている人にマウントを取るような そういう、なんかね、私からしてみれば、あほくいことがね、行われていたところもあるし、そういう時代もあって、それが当たり前で、逆にその怒られるのが、ああ、マスターに怒られた、なんか気持ちいいみたいな、マゾヒスティックな客もいっぱいいたのかもしれませんね。うん、俺もまだまだだな、と思うことが楽しいみたいなね、こう反省が楽しい人っていますからね。あのー、 いっぱい本を読んだりとかいっぱいこうセミナーとかに参加したりとかあるいは新興宗教とかに入ったりとかもしていろいろとまだまだ修行が足りんって言われることがそれで「ああ俺ってまだまだなんだ」って反省することが趣味みたいな人にとってみればそういうマスターからのね「この書いてみろ一行で書け」なんて言われるのはああまだまだ俺もでもマスターが愛情を持って接してくれたんだなみたいなそういう愛情プレイと勘違いしてしまうような。 人もいたからこそそういう、なんか、一行でかけマスター、まあ三行かもしれませんけど、そういうマスターが、あの、図に乗って、客にマウントを取り、で、勘違いをして、で、客を怒鳴ったりとか、客に対して失礼な行動を取ってたり、だんだん飲食業じゃないですか、単なるって思うんだけど、<laughs> 飲食店以上の意義を見出して、それで、 見出さないと自分がジャズ喫茶に通っているという意義を見出せないようなお客さんが多くで勝手に心の中で祭り上げられてしまったジャズ喫茶っていうのが昔あったのかなっていうかなんかそういう特殊であり神聖な場所なのでみたいなねなんか勝手にこう軍部によって祭り上げられてしまった人みたいな なんかそういう感じがして、そうなると結構ピエロですよね <laughs>。なんか取り留めもないこと言ってますけど、なんて言いながら、確かマイク・モラスキーさんの本だと思うんだけど、あれ日本ジャズ喫茶機構だったっけかな今、その本を、結構奥の方にしまっちゃったかな今、ちょっとね、スライド式書かで奥の方ガラガラガラって言って見てんだけど、うーんと、ないね。まあ、あれば。 紹介し,しよううと思うんでそこの一節があまりにもね、面白いというか、ば馬鹿げてるっていうと失礼だけど、そんなのが当たり前。だからそういうことが行われているのを目の当たりにした、初めてその店に訪れる人とかが出てくると、なんだよって思っちゃいますよね、普通はね。<laughs> で、まあ、そういう雰囲気がでも好きな人とかもいますからね体育会系の人オすみたいな体質の人はなんかそういう雰囲気になかなかいいぞみたいなそういう先輩がいて怖い道場主がいてそれで俺は何々派のなんとかな中堅であるみたいなのを自分自身の誇りとして生きていくみたいな人もねまあ いるのかもしれませんしねまあ実際今はあんまり言われないけどなんかほら四ツ谷派とか吉祥寺派っていう言葉も以前はねなんかありましたからね,ね私は何派なんでしょうねってカメハメ派みたいな感じでねあんまりでもまあ,あの通ってる常連としてるジャズ喫茶のエリアからすると私は <laughs>。 まあそんなこと言うと四ツ谷派の人にてめえなんか中目に入れた覚えねえよって言われそうですけどでもまあ四ツ谷派になっちゃうんだろうねきっとねまあ。 まあ、ど,どっちでもいいんだけどね、<laughs> でも、まあ、吉祥寺派の,あの人の番組にも何度か出たこともあったりもする、だから、まあ、そういう派とかでくくるのも、なんかバカバカしいですよね、<laughs> 好きに聴いていゃいいのにね、たかだかジャズ鑑賞の世界なんだけど、それで済まない、それだけで済ませるたくない人がきっといっぱいいるんでしょうね。 うんなんて言いながらね、本棚、すいませんマ、マイク・モラスキーさんだったと思うんだけど、あれ、日本ジャズ喫茶、2冊ハードカバーの本、もしかしたら段ボールで教えの奥にしまっちゃったか、でも、面白いからまたいつでも読めるようにしようと思って、うん、これ、あ、マイク・モラスキーさん、戦後日本のジャズ文化、映画、文学、アングラってありますね。あ結構もう 帯とか背拍子が退職しちゃってインクがもう真っ白になっちゃってるからかだから気がするけど制度者から2400円で出ているこれもねなかなか面白い内容が結構多くてね我が毒舌的ジャズキッスサロンとかってもあってましてねこれ再読してみようかなで面白いところをちょっとかいつまんで紹介してみるのも面白いかもしれませんけれどもまあ 外国人からしてみれば、珍奇な音空間だったと思うんですよね。だからこそ面白いと思うんですよね。外国人の目線で日本独特のこのジャズ喫茶を見て、それで、あれですね、書いているんですよね。でまあ マイコモラスキーさんもね、私何度かお会いしたことあるんですよね。まあ別に、向こうは私のこと全然覚えてないと思うんですけど、某あの四ツ谷のジャズ喫茶とかの打ち上げでね、何かイベントがあって打ち上げで、だいたい常連の人っていうのは1番テーブルと2番テーブルに着くんですけど、まあ1番テーブル、2番テーブルって分かんないと思うんですけど、まあ、広いテーブルがあって、そこにだらだらと集まって、ぺちゃぺちゃとあの会話をするんですけど、その時にね、 あのちょっとピアノもされてる方なのであピアノどういうことをやってるんですかとかねいろいろあの話してでやっぱり山下洋介がお好きなんですよねって山下洋介いいよねなんていうようなお話をしているところにそこのマスターがやってきて俺に言わせればね山下はファックだねファックみたいな感じになってなんとなく話が空中分解してしまった。 えー、記憶があありまますけども、まあ、今は随分昔の話ですね。だから確かね、この戦後日本のジャズ文化が発売された年か、その2冊目が出たぐらいなんですね。だから2005年か2006年ぐらいだと思うんですよね。それぐらいの時の話ですけどね。で、そこの本で、まあ、いろいろとあるんですけど、どの辺りだったかちょっと覚えてないんで、まあ 今度はあのー、ちょっともし時間あってそういう気分になったら、うん、ちょっと面白いそうな、読んでみるあも、今、目次見てるんですけど、レトリックの問題、女立ち入り禁止の再現とか、ね、平岡正明、先導者のジャズ論、やっぱ先導者、チ <laughs> ャーリー・パーカーと空格あれ、先導者としての、あのー、あれですよね、キャッチコピーとか、弁舌はすごく巧みな方ですよね、平岡さんはね。で 二人のジャズ革命論者とか、うー、ん、クラ倉久人、思想と行動の弁償法なんて、なんなのかん難しい言葉が見出しになってますね。で、えっ、ー、と、もう完全にジャズ批評離れちゃってますね。えー、一気にさ、普通のジャズ批評家の場合、平岡正樹、先導者のジャズ論。をかなり。 まあ学者ですからね、このマイク・モラスキーさんはね。だからやっぱりちょっと固い文章とか、ちょっと論文風に積み上げていくような感じの文体なんですけれども、文体というか、文の構成になっていますけれども、文章のね。呼びやライブハウス。すいません、ちょっとその、ジャズ喫茶、続編かもしれませんけれどもね、まあ、もしあのは、あったら。 ちょっと紹介したいと思いますけれども、えっ、ー、と、戻りましてですね、今ど、どこまで読んでたっけあ、ジャズジャーナリズムを巡って、もしくは現代ジャズファン論、中山慎一郎さんですね。で、えっ、ー、と、俺はチャーリー・パーカーと食うか食われるかの格闘を始めたのだという、平岡正明のジャズフィーリング、アディン・ショボは抜群にスイングして一読されたいと、池田 ケイ氏のところで聞いたレスターの気持ちまでわかるという再生装置論などを生かしているとでジャズ喫茶に出かける際この店のオーナーはどのようなジャズ喫かをキャッチできる店がいい店なのであるまで読んだんですねでまだあと道半ば以前でまだまだ続くんですけど一旦ちょっと長く脱今日もまた脱線しちゃったねなんかどんどん気持ちが別なところに移っていっちゃいますね,昨日もねこう あれベースの問題出したくなったからだけどベースアンプのない部屋で喋っていたからまあいいやってことであの近くにあったベースを手に取って生音であのパチパチベース弾いて「さあこの曲は何でしょう?」っつったらもう聞こえねえよという非難合合でしたからねで,で今もあのこれ読んでいるうちにマイク・モラスキーさんの本を読みたくなってしまったので全然話それてマイク・モラスキーさんの本に書いてあったであろうことばっかり話したりとかしてね どんどん話が脱線してしまっていって大変申し訳ありませんけれどもまあ気が向けばその続きいわゆるジャズ批評の何に我々不満なのかという論がその後展開されていますので続きをまたあのー、まあ明日ぐらい読もうかねはいもう始めちゃったのでね、えー、読んでいきたいなと思っておりますとりあえず今日はここまでで一旦は、えー 終了して続きはまた次回ということにさせてください。えー、ジャズ批評18号昭和49年8月20日発行の、えー、ジャズジャーナリズムをめぐってもしくは現代ジャズファン論の、えー、途中までということで続きはお楽しみにということでございました。また別な動画でお会いいたしましょう。別な動画っていうか、まあ、できれば次の動画で話したいのでまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。